海と日本。南三陸町戸倉の牡蠣養殖は震災後の漁場改革によって2016年に日本で初めて国際的な認証 ASC 認証を取得。環境に配慮した中で育てた一年もののトグラッコ牡蠣はまさに自慢の一品です。その牡蠣と先輩漁師たちの姿が誇りだと語る阿部和也さんは4年前に脱サラで地元に戻り漁師の道へ。もっと多くの人に戸倉の牡蠣の美味しさを届けたいと今年6月にフィッシャーマンズキッチンを立ち上げて中学の同級生とともにタッグを組んで商品開発を行っています。ストーリーのある牡蠣をダイレクトに味わっていただける商品って何かなっていうのから考え始めたので、戸倉の牡蠣に付加価値をつけたいと生まれた第1弾の商品がこちら。生姜香る牡蠣の米油漬けは素材の味を最大限に引き出すため生姜、醤油、ニンニク、米油の黄金バランスを追求したこだわりの一品。牡蠣を 37% 凝縮した丸ごとオイスターソースはリッチで濃厚さが特徴。風味豊かで深みのある味わいは和洋中どんな料理にも合う万能ソースです。一年ものの牡蠣で春にですね旬を迎えるんですけども、夏にの産卵に向けて栄養素をこう蓄える、こう身のパンパンにこう入ったプリプリの牡蠣を即日加工という形で作っているっていう感じですね。レシピ考案者は銀鮭漁師で料理人の佐藤雅人さん。やっぱり戸倉の戸倉牡蠣を使うっていうあたって生産者の人にこう恥をかかせるようなことはできないので、そういった意味でも一切妥協もなく、ただ美味しいっていうのだけを求めた商品作りができたんじゃないかなと思いますね。商品の製造を委託しているのは戸倉市にある K&D 食品です。加工品にする際も一切妥協はしたくないと調味料の配合、作り方の工程、さらには細かなポイントまで指示し試作を行ったといいます。2人がこだわって作ったものをこの商品にずれなく完成させるかっていうのが一番大変なところでしたね。佐藤さんが考案したレシピは工程数が多く、さらには目と鼻を研ぎ澄ませながら作らなければなりません。そのため工程すべてが手作業。工場内では今三浦社長しか作ることができないといいます。阿部さんが生産する牡蠣一粒一粒を潰さないよう職人の技と勘で仕上げているんです。作り手としてはあれくらい熱量ある人の仕事って逆にワクワクしますね。応援したくなる人たちですね。先月31日、阿部さんと佐藤さんの姿は仙台市内に。この日はフィッシャーマンズキッチンの看板を掲げてイベントで販売する日です。南三陸町の漁師の思いも伝わるように PR できればいいなっていう。山のお肉と大地のフェスのマルシェには地元はもとより全国から38店舗が集まりにぎわいを見せていました。出店者の一人、名取で特産のセリを生産している三浦さんです。美味しいに決まってるじゃん。これいいですね、やっぱりね。生産したものがちゃんとすごい美味しいものになる。最高です、はい、友情の味になる。いや南三陸育ちの2人が作った商品、お客さんの反応はというと、うん、うまい。うまいですか。作ってる人の声が聞けないんですよ、都内に住んでると。本当はそのストーリー丸ごと買いたいので、生産者さんの声が聞けるっていうのはすごく嬉しい機会でした。クオリティもすごい、味も、ね、デザインも素敵だし、いやもう応援したいですね。もうファンになりました。美味しいものをこのように出してくれてありがとうございます。
漏れちゃう嬉しい限りですよね。なんか今回みたいなイベントで美味しいって言ってくれるお客さんに届けるんだっていう思いで、冬の寒い時期に朝早く起きてかきむきするのもなんかこう活力になるというか、漁師冥利に尽きるというか。戸倉のかきを全国の食卓へ、若き漁師の挑戦はこれからも続きます。海と日本。